河村、くさびのパスが入って左足振り抜いた。ゴールの上、相手からのパスを通しました。8番の河村、前半はあまりボールは触れませんでしたが、靴田に預けてまた河村、前を向いて左足、こぶれを狙って、さあ河村のシュートだ、決まった。運んでいって横谷から河村、大山だ、素晴らしい、ここで入って3人目ですね、河村が受けてシュートも出たと思うんですけど、グラビアの正確の速いパス、これ動くと襲っていくんですけど、パス出し動いてるんですよね、いい取り方しましたね。ここを奪ってからが速いです愛媛、河村、縦は近藤が走っていますが使わず、ますよ、自ら左足でシュートを打っていく、こぼれたボールは押し込んだ、カメラワンタッチで左サイドに繋いでいきます。内田がこのボールに追いつく、角度を変えて河村のミドルシュート、浮かせてヘディング、こぼれて河村、そしてここに河村、河村が低いボール、河村リターンして左足、河村決めた、左足、まさに一戦、愛媛先制。河村左足のシュートだ、ここは分からない、ナイスキーパー、ね、はい、うん、いい形になりますよ。そして河村が前を向け、スピードのある近藤を使った、ここ仕掛けてほしいですね、さあ対応は入ってないですよね、ボールが、さあ藤本だ、藤本のシュート詰めた、まだある、森谷、森谷の左手中だ、河村近藤のプレー、そして河村もパスを素早く出す、逆フリーのところ出てきました、片木、先ほどはシュートも入って、愛媛ボール、河村、河村、スリーバックの大谷が深いところ入ってきました、面白いボール、小原、そしてもう席、フライ抜けて、河村だ、河村、左手シュート決まった、同点ゴールが決まりました、押さえて近藤、あー、なんか押し込む、藤本、外からシュート、河村、チャンスになりますよ、河村が抜けた、左足振り抜いた、右サイドにつなぐシュートが来る、ポストを叩く、押し込んだ、
タッチ今田折り返した川村が詰めた、イエス、川村が詰めました。おー、ダメシュート、左に流れて29番の河村から、その庭です。庭が前を向いて抜け出した、庭のシュート、河村が顔を出しました。クロス入ってくる、シュート決めました、愛媛が。少ない本数で前に行こうという栃木、数字出ていますね。そうですね、ただここには質が必要なんですよね。ただ前半とは違う、しっかりと残して、その狭いところ、さあこのボールの中に出せるか、河村には渡りませんでした。逆に河村前を向いてシュートを打った、1点返した愛媛、島原も逆を取られた。さあゴール前だぞ、シュート決まった、トータルタイム70